イヴァンリンは作曲家、ピアニスト、プロデューサー、ゴールドストーンズ・スタジオ代表。映画音楽作曲家としての最新の作品は、2016年8月に公開された、老下的忘却。ゴールドストーンズ・スタジオ以前は、アメリカ・ボストンに拠点を置く、ロックフュージョン交響楽団、ビデオゲーム・オーケストラのマネージメントも担当し、コンサート会場に新たな風を吹き込んだ。 同学団は2012年に新たなメンバーを率いてアジアツアーを行いメタルギアソリッドストリートファイターゴッド・オブ・ウォーハロなどの作品の音楽にフィーチャーした公演を開催し好評を博したミュージシャンとしてはオスロにて開催されたインターナショナルエドバルド・グリーグピアノコンペティションにて金賞を受賞パリにて開催された フェスティバルインターナショナルデラダイバーシとカルチュラルにはピアニストとしてユネスコから招待される。キングダムハーツシリーズやライトニングリターンズファイナルファンタジー132015年にリリースされたファイナルファンタジー XV エピソードダスケマイナスにもミュージシャンとして参加。ありがとうございます。